フルド・ベッカーは、オランダ、北ホラント州アムステルダム出身のプロサッカー選手。ドイツブンデスリーガの1、FC ・ウニオン・ベルリンに所属している。ポジションは MF。2004年に、地元のアヤックス・アムステルダムのユース・アカデミーに入団。2013年に、参加のヨング・アヤックスに昇格し、プロデビュー。2シーズンプレーした後、PEC、ズボレニローに移籍し、エール・ディビジデビュー。 2015から16シーズンは32試合後ゴールを記録。しかし、アヤックスのトップチームでプレーすることなく、2016年8月17日に、アドデンハーグと3年契約を締結。主力選手として活躍した。2019年6月27日、ドイツブンデスリーガに初昇格を果たした1、FC ウニオンベルリンと2023年までの4年契約を締結。 同年9月1日に初対戦したボルシアドルトムントは公式サイトでベッカーを2019から20シーズンのブンデスリーガ最速プレイヤーと紹介した。2010年から4年間ユース世代のオランダ代表に招集された。2021年6月4日、2022FIFA ワールドカップ予選のバミューダ諸島代表戦でスリナム代表として初出場。 ありがとうございます。